よし、今回は違和感 JK クイズ、何かおかしいっていうゲームで遊んでいきましょう。まあそしたら第一問がおかしいところを探してと。おかしいとこ探すか。この画像あれだな、広告でめちゃくちゃ見るところだよね。これなんか怖そうな女の人の声で何かおかしいって言うんだよね。とりあえずちょっと一言いいかな。なんか BGM めちゃくちゃ明るくない？広告だとホラーゲームみたいな感じだったけど、ちょっとなんか雰囲気違うな。すっげえなんかほのぼろとして明るいんだけどこれ。まあ、とりあえずこの子たちがおかしいところは、まあ、水着でプール入ってすごいなんかもっこりしてるけど、とてつもなく膨張してるけど、ここ。おかしいね。これがおかしいってことでいいんだよね。すっげえわかりやすいな。おははは。いやダメでしょこれ。え、解説がモリモリモリって言ってんの？あれ、広告だとホラーゲームだったけど、これバカゲーか？いやまあどっちでもいいんだけどね。ホラーゲームでもバカゲーでも。なんだこのモリモリモリって。もう解説すんの放棄しちゃってんじゃん。ちょっと怖いな。この感じで行くのかな？まあおかしいところを探して、まあここまでは一緒かな？まあとりあえずピースして、まあ、マスクしてこいつだな。なんだこれパンツか。パンツをマスク代わりにしてるってことかな。今んとこすっげーわかりやすいな。そしたら解説が、ほんとパンチ似合うねと。すごいセクハラおじさんだな。なんだこのほんとパンチ似合うねって。生きてて言う機会ないだろこんなセリフ。問題より解説の方が何かおかしいんじゃねえかな。まあ、とりあえず次の問題、おかしいところを探すと。バレエしてる女の子だよねこれ多分。で、胸がおかしいとか、こんなでかいわけないとか。あ、違うな。これか。おへそかな。なんかすげーデベソってことかな。まあ、おかしいっていうか身体的特徴だからあんま触れたくないな。ここ。そしたらなんだこれ、めっちゃデベソ、さらしたわ。めちゃくちゃ性格悪いじゃんこいつ。え、なんなんこいつ。なんか下ネタは言うし、セクハラはかますし、挙句の果てにはさらしたろうか。嫌なやつだな。まあ、サクサクいっか。おかしいところを探してと。いやもうすぐわかるおかしいやつ。まあ、確かに電車の中でこんな変顔してたらおかしいやつって思われるわな。どんな表情してんだこれ。隣の子は何にも思わないんだな。結構これバカにされてると思うけどね。まあ、とりあえず解説が、日本語喋ってるのにチーエッチの口してるってなんだこれ。いや、わかんないって。なんか変顔してたとかじゃなくて、何これ、チーチの口してるって、ツッコミできる？普通できないよね、こんなツッコミ。そもそもなんか変顔してるのかなと思ったけど、そういう問題じゃないんだね。これもあれだね、広告で見るやつだね。まあ寝てる女の子がいて、まあ別におかしいところは上半身ないから、まあ下半身のこの絵か、指か。寝てるのに、なんかピースしてるってところがおかしいのかな。まあ確かにおかしいけど、まあ今までに比べたら全然まともだけどね。まあとりあえず解説が、何こいつ、チョキで寝てるんですけど、普通グーかパーでしょと。なんかわかんないけど、こいつなんか何こいつって解説が言うんだね。まあ、そしたら次は何だろう、バスケしてる女の子かな。胸がなんかないってことかな。なんかこっちの胸はでかいのに、なんかこっちないってことかな。そういうことかな。まあ、確かにおかしいわ。左胸だけ巨乳なんだけどと。まあ、確かにその通りなんだけど、なんか嫌だなこの言い方。せめてなんか解説だったら敬語で話してほしいな。なんで友達感覚でこいつ話しかけてきてんだ。あいつなんか左胸だけ巨乳でおかしくねみたいな。そんな距離感だったっけ俺たち。また女子高生たちが、まあ、なんかネットに上げる画像とかなのかな。まあ、一緒になんかすっごい美人だな。おかしいところこんな美形揃いなとこじゃない。こんな美女たち集まんないって。どんな学校だこれ。あとこいつ腕おかしいな。一人だけ人間じゃねえやつが混じってんな。まあ、ここがおかしいってとこでいいんだよね。まあ、そしたら解説なんだ。美穂本当腕が長くて羨ましいと。本当に言ってんの？絶対羨ましく思ってないじゃん。これなんかあれっぽくない？なんか可愛くない女の子には可愛いっていうのに、もう本当に可愛い子が現れたら、いや、絶対あの子性格悪いよ。なんかそんな感じの性格してるよね、こいつ。絶対この腕羨ましいって思わないでしょ。まあ、そしたら次の問題、おかしいところは何だろうね。ホットドッグ食べてる女の子たちがいて、まあ、なんか、一人だけ指を食べてるってことかな。まあ、確かにおかしいな。まあ、そしたらなんだ？あ、指だ、当たりだと。本当に？当たり？まあ、確かに当たりなのかな。ホットドッグ食べてて指が出てきたら、当たりだって思うのかな。まあ、外れじゃない普通に。当たりって思う？なんだったらこれ事件だと思うしね。もうそしたら次の女の子は、まあ、カラオケ行ってマイクが3つっていう、もうめちゃくちゃわかりやすいな、これ。まあ、でも今までに比べたらまだいそうなのかな。まあ、とりあえず演説の時のマイク、こんなんだよねって、まあ、確かにうまいな。そうかもしんない。演説の時は、確かになんか、左右とか真ん中にマイクある印象あるね。これはなんか解説っぽいのかな？解説してんのかな？全然なんか解説はしてないけどね。まあ、そしたら次の女の子が、目玉があるな。パンの上に目玉があんな。なんでこんな笑顔で食べれんのこれ。まあ、とりあえずおかしいのここだよな。そしたら解説がお父さんの目玉焼きですと。確かに似てるわ。解説じゃねえけど、わかる。目玉親父のなんか目玉っぽいもんこれ。そしたら次のおかしいところは女の子たちがジャンプして、これか。なんか腕がぐにゃってなっちゃってんのか。これはなんかよくありそうじゃない？ね、インスタとかツイッターとか探せば、箱をしまくってる女の子の画像とかってこうなってる時たまにあるんじゃないのかな。そしたら解説が腕がぐにょんってなってると。なんかちょっと似てる俺の
のコメントと嫌だな。こいつと同じって思われるのちょっと心外だな。確かに俺もグニョーンとなってるって言ったけど、なんか嫌だな。意外となんか思考似てんのかな。まあ、そしたら次の問題がおかしいところね。女の子たちが運動会かな、これ走っておへそ出してるってことか。おへそ出してるとこがおかしいんじゃねえかな。こんなへそ出してる運動会あるか。まあ、とりあえずこれかな。なんかバトン持ってないってことかな。こいつなんで走ってんだって感じだよね。そしたら解説がバトン忘れてると。おー、途端になんか冷静だな。なんで急に冷静になったね。初めてなんか解説っぽいことしたんじゃないこいつ。まあ、そしたら次の問題おかしいところは、雨が降ってる時に、まあ、男の子と二人で雨宿りしてるってことだよね。なんだろうおかしいところ、男が横目で見て腹立つみたいな、そんな感じかな。不正解か。じゃあ違うのか。これあれか、バッグの中に傘があるのがおかしいってとこかな。でもあれだな、こういうのはなんか雰囲気じゃん、そういう気持ちじゃん、なんか男の子と一緒にいたいとかそういうのじゃん。わざわざおかしいっていうのちょっと野暮じゃないか。まあ、そしたら答えが、雨宿りしてるのに傘持ってると、一緒にいたいから傘を持ってないふりをしてると。いや、そういうの言わなくていいじゃん。まあおかしい、まあ確かにおかしいんだけどさ、なんか青春じゃんそういう、わかるじゃんそういうの。嫌だなこいつ、多分リア充に厳しいタイプでしょ。なんかそこら辺も俺と似てんな。でも俺でもそこまで空気読めなくないけどな。まあ、とりあえず次のおかしいところは、まあ、勉強してる女の子がいて、道徳をやってると。で、あと座ってるとこもおかしくない、消しゴムもある。別におかしいところ特にないけどな。まあ、ペンも別に指の数もおかしくないから、道徳の本を読んでんのに、ノートが真っ白みたいな。それがおかしいみたいな感じかな。それおかしいところなのかな。単純に分かってないだけじゃない。まあ、そしたら解説が、まあ、道徳だけさっぱり理解できてないみたいだと。これはどういうことだな、漢字が間違ってるとかじゃないよね。わかんないなこれ、なんで道徳だけ理解できてないみたいと思ったんだろう。まあ、ノートが真っ白だからだったら、ノートタッチした画面が正解のはずだから、これなんかおかしいとこあんのかな。ちょっとわかんないな。まあ、そしたら次の問題が、なんかいきなり絵柄変わったな。あれなんか別の問題アプリになった？これおかしいところもうすぐわかったけどな、これ絵柄が違うだね。まあ、そこがおかしいと思いますね私。まあ、とりあえずなんか鏡の前で自撮りしてるってことだよね。まあ、こいつどこで撮ってんだ、なんか後ろトイレじゃねえかこれ。まあ、なんだったらこれ男子トイレだよな、男子トイレの鏡の前で撮ってんの、すっげえ勇気や。てかこれ男の子説あるかな。なんかそう考えるとちょっといいかもね、その可能性も捨てきれなくない。いや別におかしくないかもよ。そういうことなんか突っ込み始めるとなんか団体が来ますよ。男なのにスカート履いてんのおかしいじゃんみたいなこと言ったら、ちょっとなんか怖い団体が来ますよ。まあ、とりあえず男のなんか便器の前で撮ってるってことがおかしいのかな。まあ、そしたら、うわ、小便器あんじゃんと。やっぱなんか距離感近いな、こいつ。まあ、確かに解説の言い方すごい腹立つけど、まあ、女の子が小便器の前で自撮りしてんのは確かにおかしいかもね。まあ、とりあえずどうしよっかな。なんか絵柄が変わっちゃったから、もうここら辺で切りよく終わってもいいんだけど、次の問題で確認してみよっか。あ、やっぱ絵柄がちょっと違うね。じゃあ一応なんか、報告で流れてる問題は全部終わったのかな。最後にこの女の子解いて終わるか。まあ、とりあえずおかしいところは、こんなイチャイチャしてるとこがおかしいのかな。まあ、確かにリア充はちょっとおかしいけど、これあれかな、指の本数がおかしいってことかな。いきなりまともだな。そしたら解説が宇宙人でしたと。うわ、しょうもね。